はい、こんにちは。知ってるに決まってるやん。終戦、うなぎがない時にみんなナマズでかば焼きやってたの。ごめんね、食う話をして。まあ、一番面白いのはトランプ大統領と金正恩とのやり取りですね、表は。で、裏は石原さとみさんがなんか、男性がいたということで大変興味深い2つが今のところ一番面白いですね。うん、その好きというか気に入ってる理由がいまだにわからない。この、まあ、一人の時に自己分析する面白さがありますね。つまり物を好きになる、気に入るっていうこと自体がよくわからない。どうもありがとう。